どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は平井大さんの曲で Beautiful Journey、 こちらの曲をこの小さいウクレレを使いましてガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナルシンプル簡単バージョン、後半はあのこう脱力した緩い中にもこう心地よいビートがこう刻まれているかっこいいバージョン、2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあいつも聴いてる曲、憧れの曲、頭流れてる曲をですね、 CD 聴いたりカラオケ行ったりするのもいいんですけど、自分の楽器で自分で弾いて歌うこの弾き語り、ぜひ皆さんにも体験していただきたいです。これがもう本当にね最高なんですよ。とはいえね、楽器はやったことないし、ちょっと無理だなとか、聞くの専門ですとか、もう不器用なんで無理とか、皆さんおっしゃるんですけど、ウクレレだったらすぐできるんです。なぜならね、簡単だからなんです。弦も4本だし、ちっちゃいからいつでも持ち運べる。これが素敵なんですけど、始めたらわかります。すごい奥が深いんですよ。だから簡単なんですけど、もうずっとこう深めていけるね。すごいいいパートナーになってくれると思いますので、ぜひ皆さんこれを機に始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになります。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでもちょっとした空き時間にね、見れるわけで。無料で始められますから、もう本当にお気軽にというかね、やってみましょう。じゃあもうちょっとしたらこういうリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、動画のね、1から10万になってんですよ。1から動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐにできるようになりますから、もうほんと、そうやって音楽始めた人がもう、何万人も6万人もいますからね、もう皆さんもぜひ始めてください。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようになっているレッスン動画がすでに700曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、洋楽、ハワイアン、演歌、昭和歌謡曲、アニメソング、映画の曲、もうあらゆるやつをもうウクレレでやっております。日々やってますんでね。で、さっきのリンク先のところで検索できるようになってますんで、検索してもらったり、ジャンルボックスから探したりとかできます。皆さんのお気に入り曲どんどん弾いちゃいましょう。他にも平井大さんの曲たくさんあります。じゃあそんなことでですね、いきますよ。平井大さんの Beautiful Journey。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、デン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 。夏の空に恋をしようよ、南風に乗せて It's a beautiful journey、 君と見る夢の途中、思い出を重ね悲しみを超え、愛の意味を知れたなら It's a beautiful journey、 まだ終わらない旅の途中、恋をしようよ、儚い定めでも It's a beautiful journey、 君と見る夢の途中、思い出を重ね悲しみを超え、愛の意味を知れたなら It's a beautiful journey。
旅の途中、yeah. せーの、てらん、平井大さんの Beautiful Journey、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。雰囲気のある曲ですよね。これまずね、シンプルなんです。すごくシンプル、そこがまたね、こう歌の魅力を高めるのかなという感じで、はい、やってみました。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレ流ショートカット、オリジナルショートカットバージョンでやらせていただいたんですけど、フルでやりたい方、2番の歌詞とかこう自分で書きた歌詞を書き足して、1番とコード進行は一緒ですんで、オリジナルの歌本を作ってください。でテロップと一緒にできるようになった方もそれを書いてね、やっぱりやってみるのがいいと思います。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思います。はい、ここからイントロで始まります。はい、基本的にはこのコードがループで回ってるようなイメージの、淡々としてるね感じです。ループで回ってる感じで、それを物語るようにですね、この A メロを見てください。ここのね、ここ全部このコード進行なんですよね。なんでこうループ、これかける4ってことで、歌詞だけがこう展開されているというふうに表記しましたので、こんな感じで私は書いてみましたけど、いかがでしょうかね。わかるかな。ここからここまではずっとこのコード回しってことですね。はい。一時停止で。で、ここ B メロですね。はい。で、ここがサビでございます。これもね、ちょっと見てもらうと、このサビ1、サビ2、サビ3というふうに一応今ガズレレでは分けてみたんですけど、まず1番のサビっていうのはサビ1、サビ2なんですよね。で、繰り返して出てきたサビは、サビ3、サビ2に行きますというふうに。そういうなんかちょっとこの調整でそういうふうになっておりますので、まあなんとなくこの、動画とこの、ノートを見ていただいてご理解くださいということでございます。ここからサビが始まりますね。この平井大さん独特のこの言葉のタイミング、ちょっと洋楽っぽいね。このかっこいいんですよね。この感じが超、この出せるとすごくいいと思います。はい。で、ここまでやったらもう一回イントロに戻って、このイントロのコード、メロディーをやって、で、またここ伸ばして、この要はサビ3に行きます。サビ3。ここは今伸ばして、ちょっとこう、落ち着いてやって、で、これが終わったら今度ここ見てください。サビ2。ここやって、またここに戻ってくるという。そして終わったというのが今のガズレレ流オリジナルアレンジでございますということでございます。はい、じゃあ出てくるコードを解説しましょう。C と Am、F と Dm、G7 と Em7 と C7。はい、コード7個です。これはですね、もうウクレレやってる方だったら、ご理解いただけると思うんですけど、超入門簡単コードです、これはね。はい、で、このコード、今日はですね、これをシェアします。ガズレレ必須コード。これいつも出てくるやつなんですけど、このガズレレ必須コードとは何かと言いますとですね、音楽やるときにコード。こういうコードをやっぱりいくつか覚えないといけません。で、コードを覚えようと思って一生懸命勉強してコード表なんか見るともういっぱいあるじゃないですか。あれ本当はね、星の数ほどあるんですよ。全部覚えようと思ってもそもそも無理だし、必要か必要じゃないかいろいろこうあるんですけど、まず、始めたばっかの方はですね、おすすめしたいのは、今ウクレレで音楽始めようと思ったわけじゃないですか。ウクレレにとってものすごく便利で優しくて仲間のコードがあるんですよ。10個ぐらいのコードです。それは、一個ずつ見たら超簡単なの、指一本とかそんな感じ。だけど、10個いっぺんに覚えようと思うと頭が混乱するでしょ。だから、私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にスッと入るような解説してる動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます、ここに。このリンク先でガズレレ必須コードは覚えてください。そのうちの今日は6個ですんで、7個か。ご安心ください。ということでございます。はい。では、ここからかっこいいバージョンに入っていきたいと思います。かっこいいバージョンはね、コード進行も全然変わらないんですよ。で、やっぱこの、シンプルの中にね、このある美学みたいなのが平井大さんの曲は特徴的だと思いますんで、はい、これをやってみたいと思います。あとリズムはですね、これです。はい。8ビートのチャというリズムでやろうと思うんですけど、やっぱね、この曲は軽やかなイメージがいいですよね。こんな感じです。ちょっとこう、ゆとりがある。ガツガツこう、ロックみたいにガーッといく、パワフルな感じじゃなくて、ちょっとこう砕けた感じのイメージで、この8ビート、このね、一言に8ビートでチャと言っても、その、心持ちでなんか聞こえてくる雰囲気が変わりますから、この曲なんかほんとビーチサイドで、のんびりこう砂浜でね、やりたいようなイメージですから、そのイメージを持ってやると、それでいいと思います。で、ちなみにこの8ビートのチャというリズムの弾き方、ここに解説動画を貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画でやってみてください。なんですけど、8ビートのチャができる前に、まず基本のビートである8ビートというリズムがあります。そこから始めてもらった方が逆に早いんで、8ビートのチャという感じでやっていってくださいということです。あとは動画のテロップで伸ばすとかそういうふうに
に書いてありますんで、もう本当にシンプルです、この曲は。そこがまたこう歌にね、クッとこうエネルギーを注ぐイメージを、こう砂浜でなんかこうイメージ、そのイメージをこう歌ってこう表現するというふうに、そういう感じでねやってみましょう。はい、Beautiful Journey、 ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2 デン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 、この軽やかな8ビートのこのチャが入るで、このあの歌もですね、8ビートのチャの方がやっぱりこのビートに乗ってるんで、言葉と絡みがいいっていうかね、こうグリップがすごく、言葉のね、この喋る一つの言葉とこのリズムがこうカチッと合う感じがねすごくするんですよね。なんでやっぱり8ビートのチャの方がこのノリを出せると思います。8ビートのチャはですね、こう体ごと、歌もですけど、体全体で音楽をやるわけで、こう口元とか手元とかでやってるっていうイメージよりも全体でやるっていうのを心がけると、またこうすごくこう全部に伸びるようなイメージだと思います。じゃあ皆さんもそういうね意味で、あとはイメージしながら、その曲の歌詞の世界とか、そのね、楽曲の持つこの、そういうのをこう感じ取りながらやるのがまたいいと思います。あ、これ、皆さんこれワイワイ歌いましょう。ありがとうございます。どんどん歌ってください。ガズさん、このちっちゃいウクレレ持って日本中イベントで飛び回っております。次は東北ですよ。宮城県と山形行くから今月は待っててください。あとはこのベトナムで作ってるオールタンパンウクレレの情報、ガズさんの本をいっぱい出してて、ベストセラー作家なんですよ。そんなようなことのガズレレ最新情報、この後ちょっと動画で引っ付けておきますんで、お時間ある方もない方もぜひご覧になってってください。今日は動画見てくれてありがとうございました。それではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけでまずはガズレレ .com ホームページをご覧になってください。このガズレレホームページを見たら大体のことはわかると思います。はい、ホームページのリンクここにカチャッ貼っときますんで、ホームページ確認してください。さあ、イベント情報ですけど、はい、こちらです。ずら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 と並んでおります。9月の22は宮城県名取イオンモールです。はい、島原楽器さんのイベント。その次はその翌週です。山形の天童イオンモール行きます。はい、このような感じで、9月は東北攻めますよ。で、ガズレレのイベントは何やるかって言ったら、私のライブではないんですよ。すごくいい話と、音楽がさらに楽しくなる、このことをシェアするとか、質問にもいろいろ答えます。なんで、超初心者から超ベテランまで一緒の場所にいて、本当に楽しめます。一回来ると分かりますけど、その後の音楽人生が間違いなく楽しくなるやつなんで、
お一人様も大歓迎、もちろんお仲間同士も歓迎、お大歓迎、とにかくねちょっと変わった音楽イベントでございまして、楽しみましょう。待ってます。はい、その後九州行ったりなんかしますからね。ちょっと10月11月はで、11月11日は東京で錦糸町でガズレレの日、11月11日字が4本でガズレレの日に勝手に制定してますんで集まってください。最新情報としては12月7日に、はい、ララポート湘南平塚でやります。こちらの島村さんのイベント、これは情報公開になったばっかりです。ずらっとすごくこうイベントが並んで、もう本当に会いに行きます。全国このちっちゃいウクレレでつなぐ音楽の輪、うわこんな感じでいきたいと思います。あとガズさん、このウクレレをですね、今クラウドファンディング大成功を収めて、これを皆様のご支援者の様に届けたんですけど、このウクレレをですね通常販売に向けて今向け、あの製造とかそのサイトとか構築しているところで、もうちょっと待ってください。これ通常販売皆さんにも手にお届けできる、これウクレレはすごくいいですからね。あとは最新情報としては本ですね。この本なんかもう今今年の夏はこれがもう皆さんのお手に、お手元に届いて届いて届いて、もうベストセラーをいただきまくっております。感謝でございます。100曲入り、超簡単に弾けるみんなが弾きたい曲まとめてます。本屋さん、楽器屋さんに必ず置いてあると思う。ない方は注文してください。他にもガズさん いろいろね、本出してるんで、はい、見てください。いい本も出してるんですよ、主婦の友社からね、この本とかも見ていただければと思うんですけど、そんな感じです。あとね、ブログを書いてるんですよ、これガズさんのブログ、さっきのホームページに書いてあります。そこで言ってることをね話してる、ガズトークという YouTube チャンネルを持ってるんでね、ちょっと探してみてください。いろいろやってるでしょ。私こうやって作り上げるね、こう生み出すことがすごい好きなんで、皆さんもどんどん乗っかってきてください。ありがとうございます。じゃあまたガズレレ遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。さよなら。